おみりゅうの電話でハッピーターン、イエーイ始まっちゃいました。簡単にですね、このコーナーを説明しますと、はい、KOD 宛に送られてきたメールを僕たち2人が選んで電話しちゃおうというコーナーです。なかなかね、電話がつながらなくてちょっと困ってるんですよね。そうなんですよ。人気コーナーのはずなんですけどね。人気のコーナーのはずなんですけど、なかなかつながらないっていう。まあ今週はね、はい、出てくれるといいですね。はい、ではじゃあメールを選びましょう。はい、選ばせていただきました。リュウジ君、オミ君、こんばんは。こんばんは。オミリュウハッピートークでメールを紹介されたんですけど、電話番号書くの忘れてしまって、めっちゃショックを受けてその場に倒れ込みました。ありましたね、そんなことも。ありましたね。なのでリュウジ君、オミ君、もう一回チャンスください。質問は、リュウジ君とオミ君が女の子だったらエグザイルメンバーか3代目メンバーの中で彼氏にするなら誰にしますか、教えてくださいということで、はいはいはい。今度はちゃんと電話番号忘れません。では待ってます。あやかさん、18歳の方からいただきました。じゃあこれで出なかったらやばいです、ね。これで出なかったらもうあやかちゃんもうプンプンですよ、こっちは。お、つながった。かかりましたね。もしもーし。あ、つながっていいかな。もしもー押してくれて。あやかちゃん出るかな。そっか、そうだね。一回、そう、一回目も失敗してるからね。電話番号書いてきてないっていうタイプの。ああ、あやかちゃん出てくれ。これ毎回あやかちゃん繋がんないで。ああ、もうダメだよ、あやかちゃん。しょうがないですね。ということで、残念でした、あやかちゃん。2回目のチャンス。